Hi, how are you doing? It's almost 10 o'clock at night. I just finished a class to teach. I love teaching, but 5 classes straight makes me tired. But Christmas is coming. I'm so excited because I'm going to Taipei this year. I don't expect Christmas things in Taiwan, but because of my schedule, I have to be there 25th. I've never been to Taipei for more than 5 years, so I'm so excited and thrilled.ということで、全然関係ないですけど、今日は I can't の違いについてお話しさせていただきます。はい、ではできる can とできない can't、 音の違いを説明します。まずできる方の can っていうのの母音は短いです。can can 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 can。 できない方、母音 a という長い母音になります。can't can。Can. できる方 can, can, can. できない方 can't, can't なりますね。で、極端にカタカナで書くとできる方は can です。 I can, I can. できない方は can, can't, can't. ですから自分が話すときはこれを意識して話してもらえば大体通じます。 I can do it, I can do it, I can't do it, I can't do it。これで通じます。ただネイティブが言うときはその時のスピーカーとかその人の癖、その時の内容によってキーンとか聞こえにくかったりもっと小さくなったりするので分かりにくいことは確かです。その場合は別の手がかりで判断します。で次は T があるかないかということですね。で、T がない方キーンの場合は N 上に上げて次の動詞に入ります。 I can do itI can do it。 で T がある方は I can で N で入るんですけども、その N と T は同じグループなので上に上げたまま T はそのままでいいんです。ですので N がちょっと長くなるような感じになります。で次の音で T を吐くんですけども、例えば Do it っていうのが来たら Do も吐く音なので T と D が一緒になってしまうのでちょっと分かりにくいんですね。 I can do itI can't do it。 T が聞こえにくくなります。全然違うグループの子音や母音の場合、例えば walk の場合だと I can't walk, I can't walk って一回弾いて walk ってするので分かりやすいんですけど、 D と T または T と T とかなってしまうと T が聞こえにくくなってしまいますので、そこでも手がかりは別のを探さないといけないということになります。音的にはこういう違いになりますね、はい、次の手がかりジェスチャーです。できる場合は can, yes I can。 できない場合は can't, can't, can, can't ってなりますので、自分がやるときはその can, can't にプラスして首を縦に振ったり横に振ったりしてもらえばいいです。これで結構わかると思いますね。で次の手がかりは文の前後です。can が来るときは肯定的なことが多いので yes とか of course I can、 of course I can、 yes I can't っていうのは文法的に間違えます。間違えませんが文法的にダメです。 yes I can っていうのは存在しないので yes が来たらもう I can です。 no I can っていうのはないです。 no I can't、 no が来たら can't です。これはであと I'm sorry I can't とかですね、ごめんなさいできないんですよ、 I'm sorry I can'tI'm sorry が来ることによって、あ、次は can't なんだなっていう判断もできますので、 can に聞こえるか can に聞こえてないかというよりも話の内容からどちらかっていうのを取った方が分かりやすいと思いますね。で最後に、can と can't の違いはテストではないので、この音だけ出してどっちでしょうっていうことはまずありえない、そういうシチュエーションはないと思うんですね。で必ず会話の中でどちらかっていうことが出てくると思います。で推測して話の流れからしても判断できにくいというときは You mean, do you mean you can or you can't というふうに伝えてください。聞き取れないときですね。で言うときは can とか can't って首を振りながらとかですね、相手に確実に伝えます。こちらはそんなに難しくないんですけど、聞き取れないことがあるので、その時は必ず Do you mean you can or you can't というふうにして質
問を返してください。これ間違えると大変なことになることもあります。ですから音だけは判断しないでください。ネイティブの人たちもですね、音だけでは判断しないので聞き返すことも結構あります。ですからこれができないからだといって英語ができないってことは全然ないので、自信を持って聞き返してください。それでは今日のビデオためになったと思う方はいいねお願いします。登録もよろしくお願いします。それでは See you guys!